香り、チョコの香りがする。できた。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、美味しいホットチョコはいかがですか？いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。寒い。何かあったかいものが欲しいよ。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。あったかいホットチョコですよ。いかがですか？かしこまりました。トッピングはかけますか？わーい、かける。はい、ホットチョコ一つです。わー、いい香り。できた。いただきます。体もポコポコであったかい。ごちそうさまでした。お会計は100円です。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。また来てくださいね。はい、また来ます。バイバイ。みなさんこんにちは、ひまわりチャンネルのあーちゃんとおーちゃんです。このガーナのチョコレートを使って寒い冬にぴったりな飲み物ホットチョコを作りたいと思います。ガーナのチョコとミルクを混ぜてレンジでチンするだけで簡単に作れちゃうから、みんなも真似してみてね。待ってみて。はい、じゃあ早速作っていきましょうか。はい、4種類あるけどどれにする？これ。ちゃんはガーナミルク、まーちゃんはガーナのローストミルク。ちなみにね、ガーナのローストミルクは新発売なんだよ。ほんと？楽しみ。新しい味だよ。新しい味？うん。じゃあまずはね、板チョコ1枚を割りましょう。はいはい。よし、じゃあ開けよう。開け口あります。そして開けて、じゃあ細かく割ってカップの中に入れていきましょう。はい、全部割れましたね。はい、あ、楽しみ。これ次はこれです。はい、牛乳。じゃあ牛乳を入れます。はい、ガーナミルクは 150cc、 ガーナローストミルクは牛乳 120cc、 ちょっと少なめだね。はい、入れました。はい、じゃあこれを電子レンジでチンします。はい、レッツゴー。600ワットで1分30秒チンします。はい、はい、スタート。溶けてきた。溶けてきたね。1分30秒チンしました。それじゃあ、はい、混ぜてください。はい、ちゃんと溶けるまで丁寧に混ぜてね。うわ、美味しそう、これ。完成！じゃあちょっと飲んでみよう。うん。あったかくて美味しい。美味しい。このまま飲んでも美味しいけど、アレンジするともっと美味しくて楽しいよ。本当？本当？じゃあアレンジレシピにチャレンジしてみましょう。今回はね、こんな感じのものを用意しました。はい、これはチェリー。チェリー、チェリーと、あとちょっとトッピング、キラキラ、あとお菓子もね、用意したし、うん、あとアイスも用意しました。じゃあ、まーちゃんからやりますか。はい、はい、じゃあ、まーちゃんどうする？まーちゃん、じゃあ、これまずぐるぐるしてる。ホイップクリームでぐるぐるします。
じゃん。じゃあコアラのマーチ開けます。はい。コアラのマーチを3個並べます。パラ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 。かわいいマーちゃんの。じゃあ最後にチェリーを乗せてからさらにパラパラ。はい、出来上がり。すごい上手にできたね。うん、かわいい。はい、まーちゃん上手にできました。はい、じゃあ次はおっちゃん。はい、おーちゃんはどうする？おーちゃんはアイス使う。アイスクリームみたいになってる。アイスクリームだよ。わー、美味しそうだな。いいんじゃない？バラみたい。いい感じ。そしてどうする？これ、チェリー。かわいい。パフェみたいになってる。うん、あとチョコレートはここにかけて、これはここにかけて、うん、はい、なんかおしゃれ。タッポも刺して完成。いいね、いい感じにできたね。うん、おーちゃんのもアイスにかけたのは素敵だね。はい、じゃあ早速食べましょう。おーちゃんはチェリーからです。私も。いただきます。いただきます。うん、うん、うん、ソーとホットチョコ合ってる？パッチリ。うん、おいしい。ガーナのチョコでホットチョコ作ってアレンジレシピもやりましたけど、まーちゃんとおーちゃんどうでしたか？楽しかった。おーちゃんは飾りがつけるとかが楽しかった。うんうん、私は飾りをパラパラってつけて、チャリを立ってつけて炙って食べたら美味しかった。簡単で楽しくて、そして美味しいホットチョコ、すごい簡単だからね、みんなも真似して作ってみてね。はーい。作り方は概要欄のリンクから見れます。はい、はい、オリジナルレシピも載ってるから、ぜひ見て作ってみてね。作ってみてね。見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバイ。